風船爆弾の話もしようか。松井塾です。はい、それでは本日も始めていきますということです。はい、太平洋戦争を扱う場合ですね。はい、これも教育系 YouTuber の皆さん目指す方はですね、アンチコメントいっぱいもらってください。はい、アンチコメントいっぱいもらってください。これも無理ゲーですはい、これも無理ゲーです。で、まあ一応私がもう点数取るために、まあはっきりと割り切ってるんで、はい、はっきり言って歴史とかやる場合に関してはもう点数取るためっていう風に割り切ってるんで、一応教科書通りにやりますっていう感じになるんですが、教科書通りにやると必ず来るアンチコメント第1位が自虐史家っていうね、はい、自虐史家っていうね、はい、で売国土とかね、はい、いろいろ言われます。はい、さよならっていうね、はい、そうですねっていう、はい、文科省、文科省にどうぞっていう、はい、いう感じになります。で、教科書通りにやらないとするじゃないですか。で、これ教科書通りにやらないとね、一つだけいいことがあるんですよ。流れがある程度わかるっていうことになるんですけど、流れわかんないんですよね。太平洋戦争って結構なかなか難しくて、その軍部の中の思惑っていうのが、そのどの軍部によって変わってくるんで、そうすると言ってることがバラバラになってくるので、そのどの軍部に焦点を当てて、こういう風に動いていったんだよってやると、まだ、説明がつくんですね、一応は。一応は説明がつくので、説明がつきやすいんだとしたら、まあ、教科書通りにやらないっていう方法性もあるんですが、まあ、もしそれで授業やってしまうとですね、右翼って言われます。はい、一番困る、アンチコメントの一つですね。はい、教育業界でも右翼のレッテルを貼られると結構積みゲーになってしまうと。いう感じになってしまうんですけれども、まあ、この二つの厄介な問題点をいかにこうクリアするかということになるんですが、まあ、クリアする方法はほぼないでしょうね、これね。はい。私もないと思います。はい。まあ、だからいつもそういうふうなことを書く人たちに関しては、いつも一言で聞くようにします。はい。軍部って何？はい。これ毎回毎回俺いつも聞くんですけどね。軍部って何ですかっていうふうな質問。これ明確な答えを要するに、できる人私見たことがないんですけど、その軍部ってどこの話してるの？陸軍省の話ですか？海軍省の話してるんですか？はい。関東軍の話ですか？はい。はい。そういうことなんですよね。はい。だから、その、どの軍部の視点に立ってあなた今話してるんですかっていうのを固定されない限り、まあ、コメントとして解消がない。はい。ありがとうございます。はい、どうも。はい、というわけで、失礼しました。ちょっとね、郵便物が届いてましたけども、まあ、ということで、まあ、軍部って何ですか？はい、いうふうな感じで、まあ、要するにやっていかないと、まあ、話の、要するに脈絡というか、展開がなかなかつかめないという感じになるんですね。で、これも一緒ですね。前回やった憲法9条と基本的に考え方自体は同じで、まず少なくともこの太平洋戦争をきちんと理解するためにはですよ。太平洋戦争をきちんと理解するためには、まず地政学っていうのを考えないといけないんですよ。つまり、どういうふうに要するに軍隊を要するに動かすことによって防衛権を確立しようとしたのかっていうことをまず頭の中に叩き込まないといけないんですね。で、それを要するにやったときに、補給線っていう概念を考えたときに、補給線がどういうふうに動くのかっていうことを考えなきゃいけない。で、実際にはその要するに状態として、あなたがまあ日本の要するに立場に立った場合に、情報が完全に全部入ってくるわけではないですよ。で、8割とか7割の要するに情報しか入ってこないですよと。こういう状況になっているわけです。で、その状況下の中で最適解の戦略を組んだ場合に対して、まあどういうふうに戦争が動いていきますかということになるんですね。だから本当に太平洋戦争を扱って平和を構築したいっていうんだったら、戦争を知らないといけないんですね。戦争を知らないといけないんです。戦争がどういう理屈でどういう風になってどういう風にやったかと。で、当時の日本軍がどういう戦略を立ててどういう風なことをやってどういう失敗をしたか。これ大事なこと。両方覚えてもらうんですよ。どういう失敗をしたのがまず問題だったのかっていうことと、どういう局地的な要するに戦略が正しかったのかとか、それはもろもろ要するに全部把握しきった上で、それでこの状況を見て、あ、合ってるよね、間違ってるよねっていう議論ができる人たちが果たして何人いますかって話です。できるんやったらいいですよ。できるんやったら僕も
アンチコメントいっぱいもらっても嬉しい気持ちになります。ここの松井さんこういう風な概念でこういう風に解説してますけど、ここはあの第一次ソースとして何々の何々さんも同じ見解でここを占領する必要性があるっていう風になってるから、ここは要するに陸軍としては一直線の方向に向かっていってるんで、ここの戦略は正しいですよとかね、そういう風なことが言える人がいるんであれば僕も別に全然構わないんですけど、多分そこまでやったら多分誰もついてこれないんですよ。はい。で誰もついてこれないんですよ。ってことは誰も教えられないんですよ。これがポイントになっていくんですけど、だって地政学なんてみんな習わないんですよ。大学行って地政学勉強しましたって人います？私勉強しましたけどね、一応。地政学勉強して、あ、世界史ってあ、こうなってるから、ここのラインのところで戦争が起こるのか、なるほどなってなるけど、そんな絶対わかんないですから、絶対わかんないんで、まあ、こういう感じになりますよということですね。だからもしそういう風なんで、もし疑問が持ったんであるならば、もっと横断的に多面的に勉強する必要性がある。横断的に勉強する、まずどんな戦力があるのか、まずシーパワーとランドパワーの地政学っていうこの2つがまず理解できない時点でもう無理、はっきりと無理。はい。でそのシーパワーを重視した場合に対してどういう風な政略図をやっていくのかっていうことで、これを見ることが分かれば、例えば日韓の問題とか日中の問題とか、構造的に何が問題になってそもそも発生するのかとか、日米の関係がどうあらなきゃいけないかっていうことが分かって、実際にじゃあ日本が取らなきゃいけない平和の工作っていうのはどうしなきゃいけないのかってことは分かるけど、まあそこまで考えて多分勉強する人は多分 1% もいないと思いますね。はい。1% もいないと思います。はい。なんで、まあ私の方針から言っとくと、まあ多分これぐらいです。はい。自虐史観でやって教科書通りにやるというふうな感じになりますということです。はい。でもですが、皆さんのコメントは、自由に書き込んでいいですよっていうのはそういうことです。だから僕に無知だよねっていうふうな話になった場合は、最低限知識持ってるんですよねっていうことになりますよ。はい。私は、ちゃんと聞きますからね。普通に。はい。あ、無知ですって言われたら、そうでしょうねって。だから、もっと突っ込んだところを言うべきって。君がやればって。うん。僕はいつも言ってるんですけど、君がやればって。はい。そこはもうはっきり言ってますよ。はい。それが違うっていうふうに思うし、そういう歴史観じゃなくて、もっとこういうふうな歴史観で、こういうふうな歴史観で、まあ、日本は素晴らしかった。逆でもいいですよ。別に逆でもいいですけれども、良くなかったんだっていうふうに言いたいのがあるならば、まあ、自分で作って、本名名乗って、それでやればいいんじゃないかなと思います。はい。本名名乗って、自分の所属と会社の名前とかも全部言って、それでやればっていうふうに思います。そしたら分かるはずなんですよ。なぜ言えないかっていう。はい。そのリスクをですね、まあ、起業するんだったら起業するでもいいですけどね。はい。起業するんだったら起業するでもいいんですけど、皆さんやってることは要するに、その安全地帯から、なんとか、そのハンドルネームっていうのを、要は、隠して、匿名性を持った状態で、安全な地点から発言してるにすぎないんで、それは違うんちゃうかなという気はしますけどね。はい。ということです。だから、まずは、しっかり、もし、興味がある方は、様々な文献を読んでください。で特に、ね、海外から見た日本、っていうのもしっかり見てください。太平洋戦争で日本側から見るんじゃなくて、アメリカ側はどういう時にどういう恐怖感を抱いたかとか、どういう危機感を抱いたかっていう話です。はい。はい。笑えない話ですけどね。風船爆弾に乗ってやってくるって言ったりするの。はい。気球連隊つって。これネタじゃないっすよ。アメリカ人は日本人がこう、気球に乗ってこうやってきて、気球で降り立って、アメリカに侵略してくるんじゃないかーつって、ガチでパニックを起こしていたっていう時代もありますし、ロサンゼルスで攻防も起こってますし、はい。気球が突然爆発したっていうんで、まあ、航空隊を地球を撃ち落とせっていう風になってたりとかもしてますんでね、はい、そういう、まあ、いろんな歴史観とか歴史とかありますんで調べてください。ただ YouTube でやってるってのはあくまでこれサプリメント的なことなんです。だからちゃんと一次資料を見て、どういう風な書記があったかね、どういう風な対象がどういう風なことを要するに考えてどういう風にやってたかな、日記とかいろいろありますから、そういうのはね、もし興味のある方はちゃんと調べてください。はい。それとは皆さん覚えておいてください。自分が無知であるということをしっかり認識してください。はい。無知なんです。私も含めて。はい。頭悪いんです。何も知らないんです。はい。知ったところで分からないことが増えるだけです。はい。まあ、それが勉強の、延々としたつながりということですね。はい。まあ、長々と4本にわたってやりましたけれども、まあ、私の思いとしては、まあ、普通な話ですけれども、
そういうことがいろいろ積み重なってね、まあ、平和っていうのが成り立ってるので、はい、まあ、今年1年もまあ平和にやれたらなというふうには思ってます。はい、ということでね、中身がありませんが世の中には言えることと言えないことがありますですね。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そして、本年1年間も、松井塾はしっかりやっていきますので、皆さんがいかにアンチコメントをしようが、いかにボロクソに言ってもらおうが、どういうふうに、まあ、コメントをしてもらおうが、どのように取り扱ってもらおうが、私は全然気にしませんので、はい、全然気にしないというか、まあ、全然その程度のことでいいも痛くならないし、しんどくもなりません。はい、はい、なんか言っとんなぐらいの話です。はい、ですので、まあ、皆さんはご自由に楽しんでいってくださいということです。私は基本的に教科書通りにやって、もうとにかく1点でもいいから2点でもいいから、点数を稼げるようにということをね、しっかりやっていってほしいなと私は子どもたちに真剣に思っているので、まずは学校の定期テストで点数を取ること、ね、まずは基礎的な勉強で何がどこでどう起こったかぐらいは最低限覚えると、そして一つ一つのことに勉強をやる、まだ教科書買ったんですけど教科書真っ白ですっていう状態じゃなくて、1ページでも2ページでも読んでいくと。で、まあ、大人になってからでも結構です。大人になって今勉強するんで後悔してます、しなかったことに対して後悔してますっていう方であってもその結構ですんで、はい、そういうことに興味があるんだったら勉強する、まあ、不動産でも何でもいいんですけれども、はい、自分の生活に最低限必要なことの勉強は、まあ、しっかりやっていくということですね。まあ、なので私は社会を変えたりとか YouTube 活動で大きいことをしたりとかいうことはありません。はい、皆さんがちょっとでも良くなってくれればいいかなと思って生活しております。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。